エーバー・ゲッツェンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン軍に属す町村、マチソンでザムトゲマインデラードルフスハウゼンの本部所在地である。この町は、ビルヘルム・ブッシュが学生時代の大部分をここで過ごしたことで知られている。マックスとモーリッツで、中心的役割を演じる水車は、彼の友人であるエリヒバッハマンの父親のものである。このか。 エイバー・ゲッツェンにはヨーロッパパン博物館がある。エイバー・ゲッツェンはゲッピンゲンの東約1 5トルの連邦道 B27 号線沿いに位置する。この連邦道はギーボルデハウゼンを経由してヘルツベルクに至る。アウエ川沿いに約5トル離れた場所に位置するホルセローでもこの町に属す。この町の文献上の記録は 1013年あるいは1022年のハインリヒ二世の贋作文書にユールゴッツァヘムとして記述されている。最も古い文献では語尾はハイムであったが後にハウセンに変化し短縮されてセンとなった。18世紀の大朝でヘルツベルガー通り沿いの入植地に対してアウエ川の南に第二の入植地がすでに成立していたことが示されている。 かつての水城を有するアムトラードルフスハウゼンは、緑地によって東に位置する村落と分離されていた。あとの、特に20世紀に入ってからの村の拡大は、アムトと村の間のアムトの農場や村の中心部の北側のパーペンベルクに向かい、入植地域の境界は、アウエ側の南側にまで広がった。ビルヘルムブッシュ水車級。 アムツホーフ・ラードルフスハウゼン・エーバーゲッツェンの西に、ラードルフスハウゼン集落があった。この集落は14世紀から15世紀への変わり目頃に廃村となった。14世紀末、ある文書に、ラードルフスハウゼン文農場について記述されている。これは1437年から、プレスセ家の所領となった。1508年に、この文農場は水木に拡張されたが、 主観は30年戦争で破壊された。18世紀に建てられたアムトの庁舎は1859年まで存続していたアムトラードルフスハウゼンの行政庁舎として利用され何度も改造された。この旧庁舎は後にエ林リン所として利用された。牢獄、ビール醸造所や大きな農業用の建物といった数多くの付属建築物は アムトの廃止後に取り壊された。保存されているのは、1500年頃の長方形の平面図を持ち、17世紀に増築された、どっしりとした堅固な居住棟である。中世世紀の居住棟の中心部は、荒石の壁で作られており、3つのボールとの階層を持ち、切り妻屋根をいただいている。階層は、下層の強度を増しただけで、 二つの上階は素晴らしい、木組建築である。ヨーロッパのパン博物館の風車級アムトラードルフスハウゼンの敷地は現在、ヨーロッパのパン博物館となっている。ありがとうございます。